この日の試合前練習、1軍の選手たちの見学に来たのはドラフト1位前田悠伍投手をはじめとした高卒ルーキーたちです。夢の舞台での活躍を誓うルーキーたちが見守る中行われた昨日のゲーム。6連勝中のホークスは2回、4番山川。完璧に捉えたと自画自賛の当たりはリーグ単独トップ6号ソロ。楽天から先制します。続く近藤、川村のヒットを放ち連打で三塁二塁とし、栗原、犠牲フライで1点を追加します。なおもチャンスで怪我の牧原に代わって4月28日に昇格したばかり三森、今シーズン初ヒットがタイムリー。起用に応える一打でリードを3点に広げます。先発は前回の登板で完投勝利を挙げた有原。変化球を丁寧に投げ込み楽天打線を翻弄。危なげなく5回まで無失点に抑えます。その裏、前日サヨナラホームランの柳田。これが2試合連続の3号ソロ。好調のホークスにさらに勢いをもたらすと、ヒットとフォアボールで満塁に。甲斐が犠牲フライを放ち1点を追加します。なおもチャンスで再び三森。この日2本目のタイムリーヒット。さらに周東にもタイムリーが飛び出し、この回一挙5得点。止まらないホークス打線にファンもお祭り騒ぎです。大量援護をもらった有原はその後もテンポよく投げ込み8回無失点の好投。投打ががっちり噛み合ったホークス、強いです。7連勝、見事なピッチングで3勝目を挙げられました有原投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。二塁ベースを踏ませないと、そんな内容にもなりました。どんなところがその要因だったでしょうか。本当に粘り強く投げて、ゲッツーたくさん取ってくれたので本当に楽に投げれました。打線の方も本当に元気で、どんな風にご覧になってましたか。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、本当にたくさんの声援をありがとうございます。選手は本当に力になります。これからもよろしくお願いします。今シーズンの初ヒットがタイムリーになって何かこうスイッチが入ったような感じしましたが、いかがでしょう。なんとか今日1本したかったので、その中で1打席目に打てて すごいほっとしました。周りすごい人ばっかなので、なんとか食らいついていけるように、頑張りたいなと思います。明日からも、頑張ります。応援よろしくお願いします。